はい、もとこち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 、今日のマジ、花尾チャンネルどうしたっていうぐらい治安が悪いんですけど、どうも、花尾です。どうも、マジで、レンガです。冬です。ねー、ヒカルバーサスレンガン、この後なんて言ってる。今回ですけども、あの、ヒカルさんといえば圧倒する話術というか、はいはいはい、それがめちゃくちゃあるじゃないですか、はいはい、僕も結構ね、どっちかと喋る方なんですよ、このチャンネルの中で。だからそれでヒカル VS 電眼で結構口論をしてきたんで、この後ヒカルは何を言ってるでしょう、この後電眼は何を言ってるでしょうというのをヒカルさんとか俺のことを、まあ、よく知ってる皆さんであれば、はいはいはい、そこまで予想できるのではないか、そういう企画でございます。なるほどね。はい、ということで、メイキッドバスボーウィズ GD。正直ね、ヒカルさんに関しては俺は付き合いはもう 2,3 年になるんで、はい、これ負けられないですね、正直。正直僕は動画1本見たことあるぐらいです。お前予習しとけよ。一応そっちのメンバーは初見メンバーということで。あ、そうですね。で、僕がちょっと一応ね、なんか軽くもう一緒にやってモテる。ああ、だから大体ヒント係みたいな。じゃあ行きましょうか。はい、第1問、テーマは学校に行くべきか行かなくてもいいか。おー、なるほど。おー、まあ、結構重大なテーマですね、昨今の学年が。はい、じゃあ行きましょう。はい、では4問目いきまーす。例えば才能を持ってても気づけない人っているじゃないですか、ほとんどが多分そうやと思うんですよ、そういう人ってどこで気づくってなった時に、周りの人がとのなんか 相対関係というか、そんなんで教えてもらうっていう結構大事だと思うんですよ。そういうのを知れる場所ってやっぱ学校なんかなって僕は思ってるんで、なるほど。そういう意味で気づくためにはやっぱ学校行った方がいいかなって意見ですけど、それについてはどう思いますか。おー、なるほど。いやー、これね、これの真面目な問題ですよ、これ。大丈夫。いや、結構ほんまに真面目に語ってる、ちゃんと。いや、これでも俺多分覚えてんねんけど、これ当たったら結構すごいと思う。いや、多分全ペットしたら当たるすごいと思う。間違いない。こちらの3人、はい、回答オープン。せーの、はい。気づくことがそもそも最初の才能やから。おお。でも結局才能を潰す場所が学校なわけや。電眼。電眼の位置めちゃめちゃ正しい。はい。真に傑出した才能がある人は学校に行かなくても自ら快諾しエジソンのように成功できるか。お前違うさ。違う、お前。でもほんまにいい線いってる人いるな。はいよ。はい、どう。気づくためにはと学校行った方がいいかなって意見ですけど、それについてはどう思いますか。それで言ったら、学校みんな行っとるのに才能に気づけないやつ多くなる。まあ、ド正論ですね。だから、ド正論ですね。キムは俺これ 0.5 ぐらいはあると思う、絶対一緒だっす。 0.5 ぐらいあるかなっていう。次のテーマは浮気を許せるか許せないか。これはなかなかちょっと当てたいですね。まあまあまあ、ヒカルさんのこの恋愛感。もうかけますよ。もうかける。もうかける。もうかけますよ。じゃあまあ、それされたくないのは間違いないですけど、許せるかどうかっていうとこですね。ああ、無理無理。あ、許せないですか。あ、無理無理。僕付き合っても許せちゃうんですよね。だからそれ付き合うってなったら話だよ。あ、付き合う、そうですね。そうそうそう。だからそれは、はい、俺の中で持論があって、はい、なんで自分は、はい、世間的に浮気が OK で、はい、俺と付き合った子はダメなんだっていう、これ理論がある。そう、ちょっと俺の中で持論がある。はい。絶対とんでも理論くるやつだよ、これ次。いや、これ、うん、しかも自分の浮気はいいって言ってる。あ、じゃあ一人ずつ、じゃあスンから。結婚するとなると自分のものということになるから、そこで好き勝手されるとはされたくはないっていう。これはでもヒカルは全く理解しないよ、これはセリフは。でもこれはどういう風にヒカルさんが吹き入れてるか分かんないんで、ちょっとこういう感じかなって言った。ヒカルさんはちょっとアホなんよ。アホなんよ、あの人。アホなんよ。じゃあキムさんから行こうか、今回。はい、2番で。俺一人満足させられてないのに他にリソース割くなよ。言いそう、言いそう、言いそう、言いそう。ヒカルさんは何人もの女性を同時に満足されるんで浮気していいんですよ。あー、そういうロジックがいいよ。いや、めっちゃ俺やっぱ分かってるな。じゃあ花尾さん、俺はこちらです。てれん。俺はもともと全員を平等に愛せる能力があんねん、分かる点が。もう多分今から出る問題全部分かる電眼。全部全部は同じです。これのお前はだからお前には無理っていうことですね。何つったんやったっけ。俺の中で持論があるんだ。まず俺は浮気はしてない。性行為したりとかしたら浮気って言うやん。そうじゃない、俺の中で。気持ちは動いてないから。気持ちはね、だから女の子
って、はい、気持ちで浮気するから。要は感覚がおかしいけどね。感覚がおかしい。俺こっち間違ったわ。どんな感じですか。いや俺の世界は俺が一番やから、他人に邪魔される意味がわからへん。あーまあ言いそうって言いそう。何邪魔される意味がわからへん。でも多分もっと頭悪かったね。ヒカルさん的にはその性欲でセックスしてるけど、ね、情はないと。はい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 、女の人は絶対に性欲だけじゃなくて気持ちも動いてるからそれはダメだ。ああキムがそういう風になってたっていうエピソード1個ぐらい欲しいけど。ありますね。ないです。未来だね。未来で未来で。え、付き合ったことはないです。では次テーマ、関東か関西かどっちがいいですか。急に。あー、はい、行きましょう。はい、東京大阪どっちが好きですか。もう関東と関西という国でもいいですけど、今の現状ならば東京の方が俺は刺激がもらえたっていう。なんか日本人の多くって落ち着いた場所に最後行きたがるっていう傾向ないですか。60歳とか50歳超えたらとか。で僕今の時点でなんなら落ち着いた場所が好きなんですよ。だから関西の方が好きで、僕は。関東ってなんかゴミゴミしてるじゃないですか。その点についてはどう思います。関東人多すぎません。いや俺それはそれはもうやばいこと言うやばい。それはもうな、絶対なんかきついぞ。あかんこと言うやつやな。じゃあスンさん、はい、オープン。こちらです。俺がいる場所は俺が心地よい、いいようにすぐに作り変えられるから。あーなるほどね。はいはい、ちょっと近づいてきましたね。ちょっと成長しますね。これはこれですね。アイス。キムさん、俺は50、60の話じゃなくて今の話してるから。あーそこに反発する。あーそういうこと。あー確かに。じゃあバンバン。じゃあそれだからちょっと流して。その点についてはどう思います。関東人多すぎません。いや俺それは周りの人間は俺を引き立たせる飾りでしかないやん。デンガないです。デンガないです。いや、これデンガないパターンや。デンガ。あ、急にこだわってんのそれ。うん、バランス取ってるからデンガです。はい、答えどうぞ。その点についてはどう思いますか。関東人多すぎません。いや、俺それは住んでもない人間が言うなって思って住んでもない。ニュージーランドにさ、ニュージーランドにおらへん。肩って。あー、そっちだ。住んでもないやん。ないっすね。じゃあ肩ね。あー、これ俺が正解かな。それ言えるやつ、東京に何年後か、何年そんなことあるやつやん。確かに。だからそれも正論よ。すごい。いやーよ、それはもうそこ突っ込めんのやっぱ頭ええなと思って、正直。あ、前提を覆してきたってことですよね、なれば。はい、次のテーマ。あ、おお。右利きか、左利きか。ちょっとこれ深い話ですね。ヒカルさんって右利きっすか。俺左利き。左利きっすか。うん、行きづらくないっすか、この日本で。改札も入れるとき右やし、うん、全部右のように作られてるじゃないですか。右に矯正したりした方がいいと思うんですけど、それはどう思います。その手間をほんま一瞬の手間や。それよりも、はい、左利きの方が入れるものが多い。何入れました。これも結構あ、これはいい話な気がしますけど、一瞬これ当たるかもしれない。妥当性のある。妥当じゃないですか。え、でもまあ今回ロジックか。じゃあ今回キムさんから。はいはい、はい、はい、キムさんから。はい、俺が左利きやからお前とこうして議論できるんやで、デンガ。あー、いい人。やっぱ分かってる、分かってますね。お前すごいな。あ、なるほど。お前すごいな。じゃあ、スンさんいきますか。はい、はい、常人が得られないことすべてみたいな感じ。いや、ここまでちょっとえぐい突拍子もない感じのね。そとは言わないね、でも。でも、ヒカルさんすごいところは何言っても、言うて内容入ってくるってとこね。そう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 、一応ロジック通ってなさそうでギリ通ってるかなぐらいの時は攻めてくる。通ってそうに思わす能力。田中さん、はい、いや、左利きって時点でそれはもう才能や。あー、なるほど。それは右利きがメジャーなに対して左利きはレアが高いってことだから、はい、その時点で優位、はいはい、っていう感じかな。いや、見てみましょう。これでもな、多分納得しますよ。それよりも、左利きの方が得れるものが多い。何得れました。希少価値。おお。マオさん、正解です。正解です。正直、アウトプットの一つはこっちが高いから、ちょっと悔しい。だからこっち言えよって思ったもん、聞かれた。いやいや、本当のお前はこっち言うだろうって。まあ、続きましても、右利き、左利き論争なんですが、ちょっと変化球ですかね。おお。
この競争社会において希少価値が高い人間の評価されるっていうのは間違いない。間違いないです。それもね、あのね、何にも反応なし。俺は左利きなりたい人が世の中多いんじゃないかと思う。ああ、思うし、俺も実際そう思うし、年間もそう思ってます。希少価値なのな。希少価値、それは思うけど、思うけど、でも、なんだよな。何をした、何をした、どうした、これ分からんな。人気兵器の話と関係あるんですか。ないです。はぁ、じゃ無理やんけ。え、これおもろい。え、これは面白かったです。じゃあ、すんさんどうぞ。はいっす。僕が、ヒカルさんがやったと思うのはこれです。何、唐突にペットボトルバーって投げてザーンって立たせるっていう。あじゃあ、キムさん。僕は、おにぎり食べ出した。あー、急にとか。それ正解ちゃうかな、ほんまに。いや、でもあるな。はい、じゃあ、花野さん。僕は画面の黄色の枕をなんか頭につけた。なんか、うまい。絵がうまい。ちょっとうまい。じゃあ、答えいきますか。はい。なんなんやろな。でもよく日本の親って左利きを使ってます。かわいいな。そういうとこ使ってみたらもう買えへんから。お前マジでどこに勝機見出してるの。パン増えました今。パン増えるな今のは。今のちょっとな、きっかけにも可愛いと思ってしまった。でもこれに関して何やってるんですか、アホっすねみたいなこと俺言ったの。はい、でも何も言われんかったから、ほんまに俺アホやなと思ったんかもしれない。そうだ、そんなには全く見向きませんからね。そう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 。はい、というわけで最終問題は、はい、急になんか議題がしょうもないな。急に下がったな。議題がしょうもない。急に下がった。トイレットペーパー、はい、そんなに光させたら高いの。ダブルかシングルか。あー、分厚さ、分厚さ、分厚さ、どっちがいいか。俺はもちろんダブルだけど、電源は僕シングルですね。シングル、まだ勝負しよう。なんでシングルの方がいいか。シングルの方がいい理由は単純に資源的な問題です。そもそもシングルでこと足りるくないですか。花をダブルです。それに対して何か言った。でそれはさすがに注意すべきところじゃない。俺はダブルの方がいいから、シングルの家があったら、はい、いやダブルの方が絶対いいやろ、はい、今やっぱそれはさすがに、はいはい、俺も親切心と言うわけ。同じやん。そうっすね、言った。あのこそっとシングルに変えてきました。あのオフィスの方がこそっと変えるやろ。2階と1階トドルとペーパー違うとかね。何それ教えてあげる。教えるべきやん。まあ、見たらところからスタートしていくべきやん。それは運動って。いや間違いない、はい、なぜ電キャン王やんけ、お前。これムカつきすぎて嘘ついてもうたパターン。これムカつきすぎて小僧のシングルに帰ってきました。みんなの実家帰ってダブルやったっていう。最後の問題、これ2ポイントにしましょうか。じゃあ、はい、スンも一応正解、スン1人正解やったらまあ勝ちみたいな。いきます、はい、じゃあキムさんから今回いきますか、はい、いや、花尾じゃなくて花尾の母さんが買ってきてるんですよ。でも、いいそうだよね。それも言いそう。じゃあ一旦スンさん行こう。はい、ここ電話さんっぽい感じですね。はいはい、俺は俺、あいつはあいつ。あー、正統派電話さんですよ。はい、僕の回答こちら、はい、いや、花尾はそんなこと言って聞くやつじゃないんで。あー、で俺、これもう俺さっき、俺ちょっと覚えてないんやん、正直、はいはい、やけど、俺も多分そう言ったと思ってる。あー、言うこと聞かないんでみたいな。あー、俺花尾と一緒の一緒一緒、すごいね。一緒のこと言ったんじゃないかなと思ってる、多分。では、行ってみましょう。はい、教えるべきやん。右からのところからスタートしてくれよ、その運動って。いや、間違いない。なぜ聞かないからですね。客観視できてます。素晴らしい。いや素晴らしい、本当に。イエーイ。ちょっとでも、もう一回嘘ついたとこだけ見たい。ちょっと待って。あ、ダブル使ってます。あ、ダブルに。もう一回、もう一回見せて。いいぞ、使ってる。シングルですね。え、ガチでシングルですか。シングル。これもそうよ。これもそうよ。ダブルですね。それだと何言うか。それはさすがに注意すべきところだよね。それはさすがに、俺も親切心というか、同じや。そうっすね。シングルの家だったら言うわけ。言った。
こそっとシングルに返す。お前がヘリクス言って